演舞開演。どうも、本日はこちら満腹美人青汁というのを飲んでみたいと思います。これまでいろんな青汁を飲んできましたが、これも気になりますね。満腹ってことは満足できるってことなんです。お腹いっぱいになると満足できるってこと。満腹になるのは身か心かと。中身はこんな感じでした。なんかカバンみたいですね、これね。さっきちょっと見せてましたけど、なんかこういう感じの青汁です。ということは粉末でしょうね。そろそろいいかな。では飲んでみます。あなたもあっち系の青汁なんですね。以前飲んだフルーツ青汁と同じように甘い感じの青汁で、そんなに苦さはなかったですね。すっきりしていて飲みやすく、ちょっと甘ったるい感じはしますが、初心者にもおすすめできる青汁だと思います。これで満足できるならいいことなしです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。